こんにちは。日本学術書道会の田村喜談です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、尊ぶべし天然無価の宝、御恩に埋在して深苦に沈むです。仏性とは、誰もが生まれながらに持っている尊ぶべき値のつけようのない宝物である。しかしそれは心身に深く埋もれてしまっていて、なかなか気づくことができないということが難点。御恩とは、人間の心身を構成している5つの基本要素で、色、住、相、行、識のことです。それでは今から、尊ぶべし天然無価の宝、御恩に埋在して深苦に沈むを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。